榎木ジョージのぐるぐる版パワースポット巡り第89弾、千葉県習志野市大原神社参拝の巻。はい、皆さんこんにちは、えのきジョージです。本日はですね、千葉県の習志野市にある、大宮大原神社というところに来ております。それでは早速参拝の方を向かいたいと思います。イエーイ。大原神社、千葉県は習志野市に鎮座する御朱印が華やかだということでも知られている神社。創建は元治元年、西暦1124年、当時とは別の実籾本郷に建てられたと言われている。その後の文禄元年1593年2月に御成街道の整備に伴い当地に偏座した。さらに宝暦2年1752年10月、猿田彦の御事を改装。明治に入ると、41年4月21日に実籾上宿にあった大宮神社と合祀。この3年後には、三山神社、八幡神社、第六天社、八坂神社、そして弁財天社を合祀し今に至る。現在の社殿は昭和12年7月に本殿の補修、拝殿の改築を行っている。とても美しく、また神社では珍しい瓦屋根の社殿である。御祭神は天界で初めて結婚をした神様と言われているイザナギの御事、イザナミの御事、そして道しるべ、導きの神と言われている猿田彦の御事。御利益は縁結び、延命長寿、事業成功、導き、交通安全、食産工業。異なる種類の木が根元で絡み合うように生えている御神木。まるで大原神社と大宮神社のようですよね。そしてこの神社の御神徳のように何かを結びつけてくれるような気がします。一通り参拝を済ませましたら、こちらで御朱印をいただきます。結構混み合いますので、お時間に余裕を持ってくださいね。はい、参拝の方終了いたしました。いや、今日ね、風が気持ちいいですよね。風がね、結構わかるかな、この雰囲気、風の雰囲気がね、とてもいいんですね。はい、今日はね、ここは千葉県なんですけれども、御朱印が結構有名な神社でして、これこちら見てください、これね、すごいでしょ。これがね、この季節の御朱印、ところまたあれなのかもしれないですけれども、この7月7日の
まあ、七夕らしい感じの御朱印ですよね、とても美しい御朱印。それからよいしょ、こちらこれなんですけどね、よいしょ、こちらですね、大原神社と書かれたこの御朱印ね。こちらもね、あのカラフルで結構あの人気のある御朱印なんだそうです。でこのね、なんかあのハサミ紙は結構いいですよね。ようこそお参りなさいました、今日も良い一日でありますようにって書いてありますけどね、こういうなんかあの気持ちがとてもいいですよね。それからもう一つ、これが季節なん、梅雨参りの御朱印ですね。これですね、これもあの春やつですね、書き置きのものでございます。いやー、とても今日はここへ来てとても素晴らしい参拝ができたなというふうに思っております。またね、ここにも来たいと思いますので、ぜひ皆さんも足を運びいただきたいと思います。それではまたどこかでお会いしましょう。ぐるるるバーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。